ランシーさんが着任してくれて、私本当に嬉しかったんですよ。何しろそれまでドライブガールズは私一人だったんですから。だよね、たった一人でダグズ襲来に警戒をしてたんだもんね。さぞかし心細かっただろうね。いえ、それは大丈夫です。ランシーさんがいらっしゃるまでここのお仕事がバグスを相手にすると知りませんでしたので。そうなの？ところでランシーさんはどうしてドライブガールズに志願されたのですか？ご両親がコネクションをお持ちだったとか？いや、そういうのは全くないから。実は私、本当は救急隊員になろうと思ってテストを受けたの。救急隊員ですか。ではなぜ今はこうしてドライブガールズを？それにはいろいろあってね。教官に騙されたっていうか、はめられたっていうか。はい。バグズ反応あり。至急現地急行してください。了解。了解です。ドライブガールズ出動。ジェガリス、大丈夫です。ランシエ、行きます。行ってみよう。目標エリア到着を確認。バグズ掃討作戦を開始してください。飛ばせよ。これでどうだ。こりゃ
決着つけるよ。その通りだよ。これで
猫足のバスタブがあると最高なんですけど。それは贅沢な悩みかも。それでランシーさんはなぜ救急隊員を志されたのですか？うん、私がまだちっちゃい頃にね、大雨が降って救急隊に助けられたことがあるんだ。私だけ逃げ遅れちゃって、救援活動を続けるのも危険な状態だったんだって。私もうダメだと思ったの。このまま死んじゃうんだって。でもね、諦めかけたその時、一人の救急隊員さんが助けに来てくれたんだ。それでこう言ったの。待たせてごめんね、もう大丈夫だよって。そうだったんですか。その後その方とは？ううん、それっきり。私大切にしてたぬいぐるみをその隊員さんにあげようと思って会いに行ったんだけど、別の仕事場へ移動した後だったんだ。それは残念でしたね。でも仲間の救急隊の人たちが必ず届けるよってぬいぐるみのジョージを預かってくれたの。あの時の隊員さんがいつも言ってたんだって。救える命がある限り私は諦めませんって。だから君も諦めないでいいよって、僕たちが必ず届けるからって。そうだったんですか。届いたかな、あのぬいぐるみ。きっと届いてますよ。そのぬいぐるみと一緒にランシエさんの気持ちも。うん、だといいな。